500万円分5万円アマゾンギフトカード100名様にヒカキンのツイッターフォロー&リツイートでプレゼント。ヒカキンサンタ、メリークリスマス。マジで当たるよ。ヒカキン TV Everyday。 ブンブンハロー YouTube。 どうもヒカキンサンタです。はい、というわけで今年もヒカキン TV のクリスマスプレゼント企画がやってまいりました。今年は見ての通り5万円のアマゾンギフトカード100名様、総額500万円分のアマゾンギフトカードです。やばいでしょう。皆さんぜひハッシュタグヒカキンサンタでツイッターとかね SNS で拡散よろしくお願いします。で、応募方法は今回も超簡単です。今回もツイッターでやってるプレゼント企画なので、この動画の概要欄のリンクから今回のキャンペーンツイートに飛んでもらって、そのプレゼント企画のツイートをリツイート、そして私ヒカキンのツイッターをフォロー、これで応募完了です。なのでぜひ説明欄の方からフォロー&リツイートをよろしくお願いします。ちなみにリツイートは引用ツイートでも大丈夫です。で、応募の締め切りは12月25日日曜日の23時59分59秒までで、当選発表は当選者のみに私ヒカキンの公式ツイッターアカウントから DM します。で、その DM は1月中旬を予定してますので、ぜひ DM よく見ていてください。で、その DM が当選して届いた時に DM 内に入力期限が書いてあるので、その期限以内に送り返さないとプレゼントがなしになってしまうんで、ぜひ当選されたらすぐにね入力して送り返してください。その他細かいねルールなんかは今回のキャンペーンツイートのリプラン、あの下にずらーってあるやつ、そこに詳しく書いてあったり、この動画の概要欄にも細かく説明してありますので、そちらしっかりとご覧ください。そして動画の後半で簡単な注意事項なんかはもう一度説明しますので、ぜひ動画最後まで、ご覧いただけたら嬉しいです。ブーンブーン。いいねー、アマゾンギフトカードって。最初多分この動画見た時にえって思った方いると思うんですけど、よくコンビニで見かけるアマゾンギフトカードってこれじゃないですか。この A って書いたやつがなんかこうかかってるじゃん。なんだけどウェブのアマゾンで人にプレゼントとかでね送ったりする時に買えるんですけど、ネットだとこんななんか種類あるんですよ。で、今回ねせっかくこうクリスマスなんで、プレゼントボックスみたいなタイプのやつもめちゃくちゃいろんな種類買ったんですよ。ほら、この中にも同じく5万円のアマゾンギフトカード入ってます。ちょっといくつか開けてみましょう。俺ちょっとワクワクするなこれ。例えばこれ、メリークリスマス、パカ、ほら最高じゃねえか。これ何これ。これすごくねこれ。ほっ、おー、これがカードなんだ、すげえ。こんなのがあったり、ザアマゾンからなんか届いたよみたいな、このダンボールタイプのやつもあるね。これ嬉しいね、なんかね。なんだろう、カードだーっていうね、一個一個なんか違うね。でね、今回のプレゼント企画、なんでアマゾンギフトカードにしたかというと、これズバリなんでも買えちゃうからです。アマゾンってほんとさ、なんでも売ってんじゃん。ゲームからなんか食べ物までさ、もう最高やんと思って。だからね、行ったら、前回の僕の夏のプレゼント企画ニンテンドースイッチだったんですけど、これスイッチも買えちゃうからね。で、なんで5万円にしたかというと、これコンビニとかでね払った金額分このカードにチャージされるんですよ。で、それのマックスが5万円だったので、5万円かける100名様で、わーお、500万円、イエーイ。夏のねスイッチのプレゼント企画も本当にたくさんの方にねご応募いただいたんですけど、当選された100名の方にねめちゃくちゃ喜んでいただけました。ツイッターとか見ればわかるんですけど、あれ本当に当たるからね。はい、なので本当に当たりますので、皆さんたくさんのご応募お待ちしております。当たったー。え、当たったー。え、当たった人がいる。もうあれ
当たった当たった。アマゾンギフトカード当たった。ヒカキンサンタで届いたわ。リツイートしたら届いたわ。嘘くさい人が来たな。当たっちゃったよ。マジ？これ本当に当たるんですねこれ。はい、嬉しいな。はい、というのは冗談なんですけど、もし当たったらどんなもの買えるか正金さんで試そうかなと思って。ずるずるいよ。いや、これ買っていいのこれで。いいよ、買っていいよ。本当に当たったようなもんですよこれは。やったな。結構さ、もうさ、無限に組み合わせあるじゃん。まあ、アマゾンはね。そう、例えば、ジュース1年分とか買えるかもしれないし。ジュースとかそういう日用品だったらかなり買えると思うよ。そう、ちょっとアマゾン見て決めよう。何買おうかね。5万円ね。セイキンさんが今、アマゾンを開きました。いや、もう何でもあるからさ、迷っちゃうけど、最近で言うとやっぱりさ、スイッチだよね。やっぱりな。有機 EL な。有機 EL さ、欲しいよね。1万円以上余るからね。ポケモンのやつも38,980円。ただ、これね、全部抽選なんだよ。え、抽選なのこれ。人気で。本当だ。だから抽選当たれば、まあ、変えて1万円余ります。プレゼント企画主催者なのに自分でもなんか選びたくなっちゃう。俺ね、AirPods Pro とかいいよな。ああ、まあこれは欲しい人多いよね。ね、あのノイズキャンセルのやつね。うん。で、この一番新しいさ、AirPods Pro 第2世代ってやつでも39,800円。で、普通の AirPods 第3世代とかなら25,000円だから、半分くらいまだ余るんだよね。まあそうだね。そう。めちゃめちゃ高音質を目指したいっていう人は AirPods Pro の第2世代ね、いいですよね。そうね。あの AirPods Pro の第2世代はちょっとね、低音が少し良くなったんですよ。うん、オーディオマニアックチャンネルやめて。ローがしっかり出てくるんですよね。はいはいはい、かなりね、またこれも、うん。で、そしたらあのオーディオ系でいくんだったらソニーはいいよ。ソニー。ソニーね。ソニーはいいよ音。ソニーはね、高音のあの表現が上手いですから得意なんですよ。尺使い始めたら。これだ。おー、いいね、いいね、はいはい。ソニーワイヤレスノイズキャンセリングヘッドフォン WH-1000XM5 マーク5、はい、これ、本当に多分すっごいいいヘッドフォンでも4万円ぐらいで買えるから、これは音いいよ、ぜひ。ソニーは本当ノイズキャンセリングすごいからね。あー、止まんない止まんない。あー、もうトイレットペーパーダブルにしよう、うち。いや、持ってんだろ、もうシングルで、あれ硬いんだ。知ってるだろ、うちでトイレするとき。確かに硬いわ。そう、私もかれこれ5、6年シングルの硬いやつなの。ずっとあれだもんね。そう、うん、でもこういう日用品もとんでもない量買えるから。そっか、うん、これだと1つ1000円とかで買えるのか。そうっす。そりゃいっぱい買えますね。何ロール買えるかもう分かんない。分かんないね。これがいいね、リファのドライヤーね。リファってあのコロコロやるやつだよね。それコロコロのイメージが強いかもしれないけど、いっぱいあるんだって美容グッズが、うん、で俺アイロンとか使ってん の、 あの髪の毛の、うん、であれセットするとき使うとか。それでめちゃくちゃいいなと思ってドライヤー持ってないんだよね。あ、リファの、リファのドライヤー43,000円。ちょっとかなりいいお値段するんですけどね。まあでも細かく使うか、本当にこういうのずっと大事に使ういいものバーンって買うかってね。そう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 、それもありだから。ダイソンの掃除機欲しいわ。いいのいくね。ね、これアマゾンおすすめってやつもこれほら4万円台とかいいね。これ多分結構いい方だと思うんだけど。そうだね、もっと安いのもあるんだけど、まあ、ダイソンはあのいろんな種類あるじゃん。うん、で値段もまあピンキリですけど。ピンキリの人だこの人。はい、あのまあいろいろね、あのバージョンによって違いますけれども、まあこれぐらいがお手頃かなと思いますね。はい、マジで飲もうとしてんな家で。最高の渇きにドライ。朝日スーパードライ、これ欲しいね。箱買いする気だな。いやもう箱買いだよこれ、当たり前でしょ。ノンアルもあるからね、仕事終わりに。仕事終わりに、まあ、仕事終わりに普通にやっぱアルコールありの方でどうでしょうか。相当買えるわなこれ。うん、あ、これも最近おすすめよ。あの上の蓋がパンって上全部取れるやつ、なんか泡がいい感じで出てくるやつね。これもね最近飲んでるんですよ。朝日だねやっぱりね。決まりました。うおー、結構早い。いつもアマゾン見てるから。まあね、だいたいもう決まってきますよ。ズバリ、セイキンさんの5万円のアマゾンギフトカード掴んでしまう。任天堂スイッチホリデーギフトセット、今しかないようなやつだなこれ。これすごいでしょ、マリオの箱で届くんだ。これは嬉しいよね、届いたら。我々子供の時にこれ家のさ、うん、枕元にポンってあったらさ、いやもうこれはもう、もう
学校もう学校休んじゃない。やめやめてやめて、ちゃんと行って。あ、まあもう冬休みだから。あ、冬休みだから、はい、もういいんです、行かなくて。これいろいろセットになってるでしょ。だからあのポケモンバイオレットですよ。あ、持ってないんだ。持ってないんだよ。だから勇気入れるのスイッチ持ってない。持ってない。お、だからこれにしてんだけど、やっぱりスイッチはほら家族で楽しめるんで、ちょっとこれ欲しいなと思いまして。やっぱスイッチか、はい、これはちょっと魅力的だね。あ、セイキンさん、よく見てよく見て、価格54,454円だよ。これちょっと超えちゃってんだよね。ちょっと超えちゃってんだけど、別にいいんでしょ。だってこれ、これ使って454円を自分で払えばいいんでしょ。確かに。そうでしょ。フルで使った感があるね。フルで使った感があるじゃん。なんかちょっと余っちゃったとかだとさ。じゃなくてね。うん。だからもう、これせっかくあるんだから、もうこれフルで使って、あと454円。自分で払う。お小遣いで払って、これにしようかなと思います。一切の悔いなし。届きました。イエーイ。中身も超豪華、やったーって、これ、セイキンのなんだけど。ブーンブーン。それじゃせっかくなんで、本当に何個かだけサインさせていただきたいと思います。はい、これにしよっかな。このなんか、むしろお正月っぽい感じです。なんか正月のお年玉感。お年玉か。うおー、鶴が飛んでる。でもやっぱちょっと和風なんだね。ここもかけるけど、まあ、うん、ここにかけそうなんで、うん、いきます。オッケー、ヒカキン TV ピンク。ちょっとね、ロゴの上にもバーンいっちゃうわ。うー、おー、イエーイ。ここでシークレットサイン発動。シークレットサイン。いや、失礼いたします。じゃあ、ということでね、いや、色的にはやっぱもうこれかなっていう感じだね。セイキン色ね。セイキンのカラーだね。うん、それではセイキンのサインを書きたいと思います。これは一つしかありませんので。これは一つしかないからね。日本で一つです。はい、できました。二人で書くか。二人で、うん、そのバージョンもいいね。そうだね、これ。ああ、いいじゃん、書きやすそうね。これにじゃあ上下で、うい、よし、いや、きました。ああ、おお、色も違うんだ、中も違うんだ、色。これゴージャスだよ。豪華だな。ラスト5個目。このなんかさ、このほら、ポンってやつ。これ和風だね。和風。どうしよっかな、これ中に2人とも書くか、頑張って。あー、シークレットでね。うん、はい、行きます。このポンってやつで、これ、あえてこの中に書く。あえて中書きづらいな。あー、これちょっと下手だけど味ということでね。誰か書いた偽物なんじゃないかって。いや、大丈夫大丈夫、本物です。ちょっと書きにくいね。寝起きで書いたみたいになってますね。なるべく丁寧に書いてます。はい。よし。あー、できた。オーケー。当たりです。よーし、オーケー。いやー、スイッチ届くの楽しみだな。購入できたらすぐ帰っていったわ。ブーンブーン。それでは最後に簡単な注意事項説明させていただきます。まず抽選は完全なランダムです。ツイッターのフォロワーが多いとか少ないとか全く関係ありません。誰にでもチャンスがあるので、ぜひご応募ください。そしてヒカキンの偽物、僕のなりすましにはご注意ください。本物は水色の公式マークがペケがついてて、かつフォロワーがね600万人ぐらいいるのが本物です。 DM がなんか来た際はちゃんと本物か確かめてください。私ヒカキンのフォローを外してしまうと抽選対象から外れてしまうので、フォローはぜひ外さないでいただけたら幸いです。また非公開アカウントは抽選対象外になります。いわゆるあの鍵アカってやつだね。なので開放できるアカウントでご応募ください。そして
応募できる方は日本在住の方とさせていただきます。海外の方すいません。あと最後に当選されて DM が僕から行くと思うんですけど、そこで僕に返信しても僕がちょっと DM を返せないのであらかじめご了承ください。その他詳しいことは動画の説明欄やキャンペーンツイートのリプランご覧ください。はい、てな感じでございます。改めてになりますが、ぜひ動画の説明欄からフォロー&リツイート、ぜひチャレンジしてみてください。12月25日いっぱいまでが締め切りです。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、うん、ブワー。